南海の果てに翻る日照期のもと、大東亜建設の新しきページ開く。3ヶ月にわたる対仏印国境紛争事件の停戦交渉会議は、1月29日からサイゴンの帝国軍艦艦上で行われ、まず我が隅田少将をはじめ各代表の乗り込みあり、続いて仏印側ゴーチエ氏ら緊張の色を浮かべて上官、最後に大国側プラシルパサストラコム大佐らの各委員到着。双方とも我が公正なる態度と東亜の和平を熱望する名手日本の真意を理解し、3日目の31日午後6時調印を終わり、一切は東京の講和会議に移されることになりました。中止戦線国艦零下5度の工場に流水と戦い寒風をついて電話線敷設の難工事が行われました。この線一本で両岸との連絡をはじめ、各方面とも快速に通信を交わすことができ、作戦上にも重大な役割を持つもので、敷設部隊の有志は全身を凍る流れに浸し、両足を丁寧にうずめてあらゆる進行を重ね、画期的な工事を完成しました。まず最も困難な推定敷設を終わり、対岸の陸上線とつなぎ合わされます。続いてこちら側の陸上線との接合にも成功。かくて数百キロ離れた本部との間に工事完成の報告と祝辞が交わされました。世界情勢いよいよ緊迫の折から再び明報ドイツに仕えする新駐独大使大島博士中将は1月29日東京駅から鹿島立ちましたが、駅頭には松岡外相をはじめ長野の名士オットードイツ大使ら数百名が歓送。大島大使は固き決意をビューに見送りの一同と挨拶を交わし、午後1時大島大使万歳の嵐のうちを戦雲渦巻くヨーロッパへと1億国民の予防を担って晴れの総統に着きました。たくましい筋骨美を発揮して高級体操の精髄を公開する機械体操実演会は2月1日夜東京に開催。一流選手が各種の妙技を示しました。これは棍棒体操。次にはしご体操。学生も生産戦線へ。重大事局に奮起した帝都の各大学高等専門学校の学生300名は去る1月26日から江戸川べりの湿地開墾に出動。肉体の鍛錬と食料増産に真摯な努力を続けています。足も引き張れ、ゴール大地も掘り返され、200メートルの排水溝が出来上がりました。春になればこの50丁部の瓦が馬鈴薯畑となり、10万貫の収穫があるはずで、学生開墾部隊は今後も日曜ごとに金剛にすき桑を振るい、試験中も中絶しないという盛んな意気込みです。
新政権成立後初めて迎える信濃お正月風景。去る1月27日は旧暦の元旦にあたり、上海の信濃町では老幼男女幾年ぶりかで心から楽しいお正月を祝いました。古くから伝わるしきたりに従い、家内打ち揃ってお参りをし、爆竹を鳴らし、一年の幸せを祈ります。こうして喜びはまちまちにあふれ返り、和平建国達成近しを思わせるものがあります。信州伊那地方の名産氷豆腐の製造。まず大豆を茹でて、これを潰し絹ごしにかけて上等の豆腐を作ります。農閑期のこととて一家総動員、一冬に4万俵の大豆が使用されます。その豆腐を適当の大きさに切って戸外で自然に凍らせるのでありますが、12月中頃から2月中旬までのおよそ75日間にこの地方から生産される氷豆腐約6万箱、金額にして160万円にも及んでいます。そして関西地方を主として全国各地はもちろん、遠く大陸へも送られてゆきます。みんな仲良く手を組んでと共栄圏の理想に小さい胸を躍らせる東亜児童大会が2月1日日比谷公会堂に行われ、日本信濃満州対蒙古の子どもたちおよそ2800名が楽しい一日を送りました。これは可愛い合奏歌の玉手箱と児童劇虹の出版。責任を果たすべく覚悟を持って、僕は本日から勉強クラブの会員になったんであります。おい、機械やれ。怠け者になると承知しないぞ。勉強クラブはどこにあるのだ。太陽の丘の上だ。天皇陛下万歳万歳万歳。欧州の新秩序建設に爆心する世紀の英雄ヒトラー総統は、旧老ベルリン市内のある軍事工場において労働大衆の前に前後40分にわたる大演説を行い、その式を鼓舞激励しました。総統はまずイギリスの領土的貪欲並びに自由主義国家の虚偽を通撃、これが崩壊せぬ限り世界人類の幸福は約束されず、枢軸国家はこの崇高なる理想のために断固攻撃の手を緩めずと叫び、さらにヨーロッパ大陸にイギリス勢力の一片たりとも残る限り、これと交渉せざるべからず、時至れば我々は最後の攻撃を敢行するであろうとイギリス本土上陸の決意を明らかにし、最後に世の辞書には不服なる言葉なし、世は戦争を恐れるものにあらず、世の生命の続く限り交渉し続けるであろうと結んで、破れんばかりの大喝采を受けました。